皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、女性起業家には知っててほしい売上アップとウェブの運用の原則5つのメソッドということについてお話をしたいと思います。女性起業家の方は、全ての方全員というわけではないんですが、数字が苦手な方が割と多い印象があります。まあ、起業家の中でも特にそうですね。私がメインでお教えしている教室の先生の領域とかになってしまうと、本当に毎月のその売上の詳細、内容項目の詳細ですね、経費とか原価が実際にどういう形でかかっているのかっていうのを案外細かく把握している人って少なくてですねかなりどんぶりな感じでやってる方が多いですね。ですから数字の話をすると皆さんこうおーってこう引いてしまう方が結構多いので、まあ、だからこそ知っててほしいということで、売上アップとウェブ運用の原則をちょっとお話ししたいなというふうに思いまして、こちらの動画を撮っています。で、この話っていうのは、まあ理解しやすいのは、そうですね、少しやり始めたぐらいの方の方がおそらく理解はしやすいと思うんですけど、逆に初心者の方がこの、話を聞いている場合にはですね、初心者だからこそ最初から知っててほしいんですよね、実は。で、それを分かって動くか動かないかっていうのは非常にこう無駄打ちが減る要因にもなりますので、まあ、それをお伝えしていきたいなというふうに思ってます。で、まず最初にお伝えするのが売上アップの原則があって、その売上アップの原則をウェブ上で運営していくためにはどういう運営方法が一番いいのかっていう、まあ、私なりきの経験値と、あとは指導してきた経験と合わせてお話をしていければなというふうに思っています。はい、それではですね、まず最初に売上アップの方の、まあ、5つの、まあ、原則というかメソッドですね、こちらの方をお話をしたいと思います。まずですね、売上アップ、売上を立てるないしはアップするっていう時の、まあ、5つの、まあ、原則メソッドですね、こちらの方というのが、まず1つ目、新規顧客を増やす、まあ、いわゆる集客と言われる部門ですね。これは皆さん知ってるし頑張ります。結構ね、いろんな方法を使ってやったりとかします。で、新規集客を増やす、その1。その2、流出顧客を減らす。流出顧客を減らすっていうのは、すでにいる生徒様とか、まあ、すでに通ってくださってる方が来なくなるっていうことを防ぐっていうこと、どこかに行ってしまうっていうことを防ぐということですね。これはその縛り付けるという意味ではなく、まあ、単純に行ってしまうっていう意味が全く来ないという意味です。あなたの教室に来てるし、他の先生のところに行ってるっていうのは OK です。ダブルで通ってるから自分のところに全く来なくなって他しか行かなくなるっていう、その状況のことを言っている。流出顧客を減らすという点ですね。で、3つ目、購買頻度を上げるっていうことですね。購買頻度を上げるっていうのを教室事業とかに置き換える場合には、リピートをしてもらうという、そういう形になっていきますね。通ってくださる回数を増やすっていうのがリピート対策になるので、そちらの方が、まあ、3つ目のポイントです。4つ目のポイントは、購買点数を増やすっていうのが、まあ商売の原則になってきますので、教室業とかに置き換えていく場合、購買点数を増やすっていうのは、例えば、そのメインコースがあって、単発イベントレッスン、単発イベントレッスンがあったり、コースコースみたいなのをこう掛け持ちで横展開で通っていただく、まあ、この形とかが購買点数を増やすということですね。で、レッスンだけではなく物販も絡めながらやっていらっしゃる先生とかは、そのレッスンプラスそれに付随する商品とか物販というより物品ですねを買ってもらうようなモデルになっている場合には、購買点数を増やすということになると思います。おそらくエステとかはそういう形態が非常に多いですよね。サービスを受けるんだけど、そのサービスのホームケアのために家でなんとかなるオニカンジェルとか何やかかんやかいろいろありますよね。まあ、化粧品って言われている言葉の領域になるんですけど、あれ地味に高いですよねまあ、こちらをね見てる方がエステ業界の方がねいらっしゃると、まああれなのかもしれないですけども、
例えば施術とかがね1万円だったとしても、化粧品と呼ばれるものとかが大体1万5千円、2万円とか3万円とかするケースが多かったりして、しかもその、ホームケアと言われるもの、その、まあインストラクターというかエステティシャンですかの方が言うような量を使うと2回でなくなってしまうとか 3回でなくなってしまうようなものの時とかもねあったりしますね。そうすると結局施術費プラスその化粧品っていうものをやると月に出ていくお金が地味に高いみたいなところとかあったりするので、エステとかなかなか料金体系難しいなっていうところはあるんですけれども、おそらくまあそういう運営でやられているところ、パンも一つこう売り上げの大きな指標っていう形に捉えていると、まあおそらくそこを合わせ買いをするようにっていうことを勧められてくる場合もありますし、それをしないと成果と効果が出ないみたいな形になってるような、業種業態とかもあったりします。ただ教室の場合それがないとパンが作れないとかお菓子が作れないっていうのはあったにしても、それを買うか買わないかとか、あとグレードダウンできるような方とかそういうのがどうかっていうのはご自身の判断でやっていけるところなので、まあ、多少違うとは思うんですけどね、まあ、購買点数を増やすっていうことがあったりします。あとは、5番ですね、1点あたりの単価を上げる。まあこれはすごく当たり前で、単価がアップすれば当然売り上げは上がりますので、教室の先生が最も苦手とするところでもあります。なので、大体売上の、まあ、原則5つっていうと、この5つがありますね。ですので、これを全部一気にやる必要はないんですけれども、もちろん一気に5個やればそれなりに成果が出る、速度が速くなるっていう、そういう感覚になっていくと思います。で、さらにその売上の構成っていうのの、まあ一番メインのこの中でのさらにメインになるのは、まあ3つのところになるんですけれども、教室の場合にはまず、生徒数ですね。で、かけることのリピート、ごめんなさい、生徒数レッスン単価かけリピート率、これが売上の全てになる方程式なので、まあ、ここが上手に黒字化していって、毎年それが2倍成長、3倍成長とかっていうのをやっていくことができると、まあ、どれぐらい、じゃあ例えば生徒数を増やすのか、レッスン単価を上げるのか、リピート率を上げるのかっていう、このあたりテコ入れするのが、まあまあ大体一番主軸のメインのところになるんですね。ただ、その他にも今言った5原則の方の話から言うと、流出顧客を減らすとかですね、あとは購買点数を増やすっていう横展開の方法とか、マイナスを減らすっていう、その2つの施策もあるので、この5つを商売の原則として知っておくと、売上を上げるのが割とやりやすいっていう環境を作ることができるので、まずどんな商売でもですね、これは当てはまる話なので、ご自身が起業したっていうことであれば、この5個どれかやってるか、やれてないか、これができないかっていうのを考えながら、まあ施策を考えていくといいかなというふうに思います。まずこれが売上アップの、原則5つです。じゃあそれに当てはめた状態で、今度ウェブでどう運用していくかっていうお話をしていきたいと思います。まず1番目ですね、新規顧客を増やすっていう点に関してなんですけども、新規顧客の増やし方っていうのは、無料と有料と両方あります。無料ツールを使う、有料ツールを使う。無料ツールは SNS と言われる、ブログ、フェイスブック、インスタグラム、YouTube とか、まあ、場合によっては Twitter とか、まあ、この辺りとか、まあ、あとはポータルサイトって呼ばれる、その大手の、なんかそういう集まって入り口サイトですね。いろんな、私の場合だとお料理でしたから、クスパさんとかですね、趣味ナビさんとか、そういうところに登録しておくと、そこ経営で見に来る方がいらっしゃるとかって。まあ、それが無料媒体の方ですね。あと、有料媒体というか、有料の施策としては、広告になります。Facebook 広告とか、Google 広告とか、Yahoo 広告とか、YouTube の広告とか、広告もいろいろあったりとかします。なので、アナログの方だと、いろんないわゆる新聞広告的なものと記事ですね、折り込みとかチラシとか、地元タウン誌とか、まあ、雑誌とか、まあ、いろいろありますけど、まあ、そういうアナログ媒体の方とかもあったりしますね。
ただ成果が出やすいのはやっぱウェブの方かなっていうふうに思います。はい、なので新規顧客を増やすっていう場合に扱っていく部分が無料と有料のものがあるっていうウェブの場合ですね。それをまあ効果的に使うのであれば、初期の頃はまあまず無料で頑張ってみる。お金が作れるようになってきたら、有料のものと併用しながらやっていくっていうのがおすすめかなというふうに思ってます。2つ目です。流出顧客を減らすっていうところですね。こちらの方に有効なツールは、そうですね、YouTube の動画と、あとはまめな、おはがきとかですね、LINE アットとか、この辺りを使いながらやっていくのがいいなというふうに思いますね。流出顧客っていうのは、じゃあなんで離れていくかっていうと、まあ飽きる場合とかはね、仕方がないです。飽きちゃうんだから これはね、止められないですけど、構ってもらえてないよね、お客さんとしてあんまりこうちゃんと見てもらえてないよねっていう寂しさから去っていくっていうケースが多いので、そこをメンテナンスするのに距離が近いものの方がいいわけですよね。そうすると動画とかだとやっぱり顔を見せることもあるので、まあたまに近況いかがですかみたいな話をするときに動画とかあったりするといいなというふうに思いますし、気軽にこうちょっとやり取りをするためにはメールだと少ししっかり書こうっていう感じになってしまうので、 LINE とかだともう少し気軽にやっていけると思いますので、 LINE とかで流出顧客を減らす、メンテナンスというか、なんていうんですかね、コミュニケーション作りをしっかりしていくっていうので使っていくのには向いてるツールかなと思います。はい。そして、購買頻度、3つ目ですね。購買頻度を上げるっていう、まあ、ウェブの施策の方になりますけれども、頻度を上げるということは、来てもらう回数を増やすことになりますので、メインコースとか何かそういうものがあった時にはイベントレッスンとか、まあ、そういったものを増やしていくことになりますので、企画を作って立てていくっていうのがどのみち必要になりますね。もともとの既存会員向けの、社運イベントとかですね、そういうものを作ってみたりとか、要は来てくれる回数を増やす、会う回数を増やすっていうことになりますので、まあ、イベントを立てていくのがいいかなというふうに思いますね。ということは、当然そのイベントを立てた場合の告知とかもウェブでやっていくことが多いと思いますので、ウェブ上ではイベントを魅力的なもので立て、かつスピーディーにそれを発信し、お申し込んでもらうように集客していくことっていうことになりますので、イベントを上手に発信して集客をしていくっていうところでは、企画力と、あとはコピーライティング、文章ですね、この辺りが上手な方がおそらく決まっていきやすいかなっていうふうに思ったりしています。で、4番目ですね。購買点数を増やす、これは横展開を増やすっていうことになるので、この講座を作っていて、でこの講座を習った人はこちらの講座も属性として似ている、喜びそうな企画だっていう時にこれを紹介してあげる。で、さらにこっちにももう一個講座があったりとかして、それもどうやらこの方たちは気に入ってやってくれそうっていう、その横つながりの展開を増やせるかどうかっていうのをまあ考えていくっていうのも一つの手段になります。物販を、関連商品物販を増やしていくっていうのも一つの手になりますので、こちらも合わせて考えていっていただければいいかなっていうふうに思っております。そしてですね、最後5番目、実はこれがすごく大事で、教室の先生とか特に苦手な領域、1点あたりの単価を上げる、イコールレッスン料を上げるということです。当然ですけれども、レッスン料を上げた時に、特に長くやってる先生の場合に起こりうるのが、顧客離れですね。その価格だといけないっていう方が出てくるっていうのは、当然あることです。ただその離れた方が出てしまうけれども、新規の方をきちんと集客することができて、その高い方で入ってくださると、先生の体は楽になって、儲かる金額は変わらない、ないしはもっと上がるっていうケースとかあるので、集客をできる自信がないから、単価を上げることができないっていう方が多いのはよく知っているんですけれども、教室の運営っていうのは、ボランティアでやるって決めてれば全然構わないです。趣味化してる状態ですね。儲けが関係ないから、そちらの道を選んだ方は全然問題ないです。
ただちゃんと収益を出して続けようと思うのであれば、収益化をしていかなくてはならないので、いくばくかの黒字状態で残っていかないと 続けられないケースが多かったりします。そのためには、まあ、どこかでその運営方針を変えてやらないとダメっていう時には、顧客離れも当然覚悟しなくてはいけないです。なぜならば、新しく集客したい層と今までの方が違ってしまうのであれば、その方たちをないがしろにするというわけではないんですけれども、続くことを優先するのであれば、当然そちらを考えなくてはいけない場合があります。私が知っているケースで、毎月3万円とか4万円の赤字を垂れ流し続けている教室があることも知っています。多分それはご主人にバレた時にですね、もうやめろって言われるだろうのがご本人が分かっているので、それを家族にバレないように必死にやってます。バレないように必死にやるくらいだったらですね、黒字化しちゃった方がいいんですよ。大概ご結婚されてる方が教室運営をやられてる方が多いので、よく旦那さんと喧嘩になる話は聞きます。自宅教室の場合とかは、例えば旦那さんに出て行ってもらったりとかして、まあ私もねそうでしたけれども、なるべく土日は入れないようにしてたんですけど、土日レッスン入ってしまうと、やはりまあ出て行ってもらうというか、本人も居づらいですからね、いくら部屋を隔てていたとしても落ち着かないので、結局教室があるとどっかで出て行ってもらって、時間を潰してもらって帰ってくるっていうことをすると、まあこちらも負い目がねちょっとあったりしますよね。なので、それが不満とかになってたまってくると、じゃあお前一体いくら教室で稼いでるんだとか言われる時が来ちゃうんですよ。で、その時に、あ、家にこれぐらいお金入れてるしとかって言い切れればですね、まあ、旦那さんも協力してるしがいがあるんですけど、自分は外に出てそういう時間も潰してやっているのに、まあ、妻はね家でそれをやっていて、しかも家のお金持ち出してるとか言ったら、それは喧嘩になりますよね。またはゼロとかね。やっぱり家に貢献してるというのであれば言うことはできると思うので、長くきちんと続けたいのであれば、ある程度収益が残る適正価格にしていかなくてはいけないということですね。適正価格にすると、お客さんが離れてしまうというふうに思っている方は、そもそも教室の運営を見直した方がいいということです。離れてしまう、新規が見つけられないと思うのであれば、それだけ魅力的な教室になっていないということになりますので、今一度それは反省していただく点になるんじゃないかと思うんですね。ものすごく教室が増えています、今。ということは、大手がやっていることと全く同じだったら大手に行ったらいいし、違う教室でもどこにでもあるような教室と全く同じような内容だったら、そのどこでも中のどっか1個で選ばれればいいだけなので、選ばれる確率が相当減ります。だから自分だけの特化した内容で、まだそんなに世の中にはなくて、そしてそれは楽しそう、行ってみたいと思われるようなものを作っていくっていうのが、まず単価を上げる前の第一歩になりますので、これをせずして大概皆さん単価を上げようとしますね。当然お客様の反発を買うし、新規は来ないです。なのでダメになるケースが多いんですけど、ちゃんと作り直して、ちゃんと発信をし直すと、ちゃんとそれに合った方がいらっしゃるので、そこはきちんと作り込みをすれば大丈夫っていうのは実感として私の中ではあるので、ここすごく皆さんが苦手なところで、でも大事なところっていうことでお伝えをさせていただきました。ですので、売上の5原則がまずあり、その動きに連動するウェブの運用術が決まってくるということになるので、今一度5原則の方を確認します。その1、新規顧客を増やす。その2、流出顧客を減らす。その3、購買頻度を上げる。その4、購買点数を増やす。その5、1点あたりの単価を上げる。この5つに集約されますので、これを絡めた状態でウェブの集客運営をしていくというのが理想的な運営になりますので、ぜひ今一度現状の事業とかを見直す参考にしていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それでは。